こんにちは。いつも動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今回は動画レポートについてお話をしたいと思います。いわゆるね、ネトウヨ春夏の晩祭り、これがね、祭りというよりも運動にも変わってきてるのかなと思っております。今日8月1日現在で1044チャンネルが閉鎖されて、動画の数がなんと453,485本以上の動画が削除されたということです。まだね、この動きっていうのは皆さんもね、5チャンネルの掲示板でご存知のように、まだこれからもね、続いていくんだろうなと思っております。ただしこれ勘違いされては困るのが、全ての、ネット上の動画を削除しようというような動きではありません。もちろん、言論弾圧、言論統制でもありません。中にはね、不良系の、チャンネル、残っているチャンネルもあります。何が悪いかというと、全てはね、YouTube の利用規約、コミュニティガイドライン、そしてポリシーに違反しているかどうかなんですね。そこしかありません。いろんなね、YouTuber さんの動画を見ると、右左の立場から、議論するような、動画もありますけれど、僕らはね、純粋に、YouTube の大きな目標であるコミュニティの健全化を目指してね、本当良くない動画、利用規約、コミュニティガイドライン違反、ポリシーに触れるような動画っていうのは、これはね、非常に良くないので、粛々と、動画レポートを行っております。ただし、これってね、動画レポートを行っていくと分かるんですけれど、YouTube の判断がちょっと見えてこないところがございます。確かに、利用規約に違反している、コミュニティガイドライン、ポリシーに違反をしている。なのに、このチャンネルは、ずっと残っている。なんで残っているんだろうという疑問がね、あります。いわゆる、実際の、運用ルールといいますか、現場で、どのような方法で、運用しているのかというところが、僕らユーザーには、見えてこないという部分があるので、何回も何回もレポートを送って、もうこの動画はね、もう利用規約、コミュニティガイドライン、ポリシーに違反しているんだけれど もう3回4回、違反しているんだけれども、なかなか消えないというのもね、あるかと思います。そういったことはね、今後、YouTube の方にもどのような運用ルールで行っているのかということをね、情報開示できる部分は、情報開示をね、求めていきたいなというふうに思っております。ですんで、なんていうかね、ただ一点、利用規約、コミュニティガイドライン、ポリシーを守りましょうというだけなんですよ。そこに言論弾圧も、言論の統制も、右も左も何もありません。だからそのあたりね、なんでその大冗談から振りかぶってそんな風に言うんだろうと。確かに YouTube の運用ルール、運営方法がまずいというところもあります。まずければ、良くなるように改善を求めていくということも、これユーザーの声として重要かなと思ってるんですよね。ですんで、いろんなことを総合して活動、運動していかないといけないかなと思っております。2年後にはね、オリンピック、パラリンピックがあるということで、このままの状況が果たして今後の日本にとっていいのか悪いのかということもね、含めて考えていかなければいけないかなと思っております。ですんでね、YouTube で動画をご覧のユーザーの皆さん、あれ、この動画、利用規約、コミュニティガイドライン、またポリシーに違反してるなと思ったらね、これ政治系動画に限らず、あらゆるジャンルの動画、動画レポートをね、YouTube の方に送信してください。はい、ということで、今回もね、動画レポートについてお話をしました。またね、よくわからないと
どうなってるんだという方はね、この動画のコメント欄にコメントを書いていただければ助かります。よろしくお願いします。はい、ということで今回はこの辺で失礼します。